あることで信長を怒らせた。そのあることとは、秀吉が安土城下で女子狩りと対抗検知をしていますわ。何、許さん。イライラしている秀吉を上機嫌にさせてください。猿、勝家だ、権禄無双じゃと叫びながら声だめに飛び込んでいったぞ。はっは、それは滑稽じゃ。史実にない朝倉義景の無能なエピソードとは。信長、朝倉義景が帰り道が分からず姉川周辺を徘徊しておるぞ。で、あるか、まさに無能の極みぞ。あることで信長を怒らせた。そのあることとは。信長、どうやら領内で信長はうつけと流言されているらしい。何、許さん。イライラしている秀吉を上機嫌にさせてください。兄上、織田信勝のいる終わりに向け進軍中の徳川家康が道中にて猿に噛みつかれ脱糞したようにございます。これは我ら羽柴軍勝利のお告げでありまするぞ。はは、それは滑稽じゃ。史実にない朝倉義景の無能なエピソードとは。信長、朝倉義景が YouTuber になって綺麗濁り飲みながら自分の城を義景チャンネルで動画解説してるぞ。何、今すぐ出陣じゃ。あることで信長を怒らせた。そのあることとは。信長、家康が信長を誘わずに秀吉や十兵衛など主な織田家重臣を集めて陶器を売りずに入りとやらに遊びに行くらしいぞ。何、許さん。イライラしている秀吉を上機嫌にさせてください。天下統一したら褒美として措置に安土城の天守閣の上に猿専用の展望台を作ってみせようぞ。史実にない朝倉義景の無能なエピソードとは。あのアホ亀、敵の一向一揆勢とのんきに酒を飲んでおったのじゃが、誰一人朝倉家当主と気づかれなかったそうじゃ。あることで信長を怒らせた。そのあることとは。猿を呼べ。おう、呼んでおいた。猿だ猿、ハゲネズミの秀吉じゃ。イライラしている秀吉を上機嫌にさせてください。家康殿が仏門に入られたとのことです。まことか、あやつ気でも狂って争うことに嫌気がさしたらしく、秀吉様に全領地を預けるとのこと。やはり天下人は町しか務まらんかの。史実にない朝倉義景の無能なエピソードとは。長笠殿、酒の銘柄を当てようではないか。それは良いですな。これは冷えに懲りではないか。それは水にございまする。舌もアホでございましたか。あることで信長を怒らせた。そのあることとは。信長、猿と十兵衛が掃除中に掃除道具で野球をしてるぞ。なんじゃと、すぐに秀吉と光秀を連れてこい。イライラしている秀吉を上機嫌にさせてください。秀吉様、サスケが怒っていなくなったと思ったら秀吉様に渡してほしいと言ってこんなものを届けてきました。三成、寝かしたぞ、早く見せろ。史実にない朝倉義景の無能なエピソードとは。え、冷え濁りで茶漬けを作ってしまう。義景様、茶漬けでござるな。あることで信長を怒らせた。そのあることとは。である、であるとは、であることである、であることであるとは、であることであることである、であることであることであるとは。くどい追放じゃ。
イライラしている秀吉を上機嫌にさせてください。秀吉様、茶茶様と初様と豪様が誰が一番秀吉様を好きかで喧嘩しておられます。はっはっ、それは滑稽じゃ。史実にない朝倉義景の無能なエピソードとは。殿、もうこれまでのようじゃが、最後にやり残すことはないか。く、もうここまでのようじゃが、では最後に我が人生最高の絵画を描いてみせよう。10年の時をかけ日本一の作品を作り上げてみせよう。待てるか、くたばれ。あることで信長を怒らせた。そのあることとは。ザルマン、お市様とそのまま小谷城に立てこもっておるとのこと。何、許さん。あやつ、わしの妹にまで口車戦法を使いおって。イライラしている秀吉を上機嫌にさせてください。殿、お姉様が急遽3日ほど泊まりがけで有馬温泉に行かれるため留守を任せるとのこと。何、疲れも溜まってもろうに何日でもよいぞ。史実にない朝倉義景の無能なエピソードとは。殿、筆が止まっておりますが。将軍様からいただいた義の字を忘れてしまったのじゃ。あることで信長を怒らせた。そのあることとは。長篠で食糧庫の他に信長様からいただいた大筒20丁、鉄砲200丁、武田勝頼に奪われました。何、許さん。イライラしている秀吉を上機嫌にさせてください。殿、お市の方の使用済みさらしを献上いたします。使用済みさらしじゃと。史実にない朝倉義景の無能なエピソードとは。わしの顔が映らない。なんだ、そなたは鏡ではなかったのか。影ありだ。あることで信長を怒らせた。そのあることとは。秀吉、何をしておる。雪村チャンネルの登録を解除しております。何、許さん。イライラしている秀吉を上機嫌にさせてください。殿下のためのミス日本が開催されることが決まりましたぞ。はは、それは滑稽じゃ。史実にない朝倉義景の無能なエピソードとは。酒は飲んでも酒に飲まれる中、影明はわしはどっちじゃ。あることで信長を怒らせた。そのあることとは。信長様、稲葉山城を岐阜城と改めたそうで。そうじゃ。それは亡き道三公への思いからですね。違う、なぜそうなる。てっきり岐阜だけに岐阜と名を。ダジャレで名を改めるか、だわけが。イライラしている秀吉を上機嫌にさせてください。で、全国の女子高生が選ぶすごい武将ランキングの1位に選ばれました。うむうむ、分かっておるの。史実にない朝倉義景の無能なエピソードとは。朝倉義景が酒によって暴れて比叡山を放火しています。火の手はどんどん大きくなっています。ははは、今が省けたな。